はい、こんにちは。三浦春馬さんがですね、生前書いた日本製という書籍の本があります。で、この本、実はですね、47都道府県分の彼が日本全国を練り歩いた、取材の記録が残っています。写真付きで。で、この書籍の本の中に、目、顔のね、目の、愛の、目の漢字を使った文字がたくさん使われている。これをですね、ご存知の方は少ないかなと思います。で、実はその目の漢字の次にある文字をですね、すべて抜き取ると、まあ、一つの文章になるんですね。で、それをですね、正しい文章に並び替えてみると、というところなんですよ。すべては私のね、YouTube チャンネル、春活チャンネルですべてを語っていますので、興味のある方は見てやってもらえたらなと思います。そして、三浦春馬さんがですね、なぜ目という漢字に注目をしているかっていうのが、春馬くんが作った歌の中でもわかります。例えばですね、この You and I っていう歌があります。これは三浦春馬さんが作詞作曲をした曲なんですけど、これはですね、まあタイトル通り、I, You and I、これ英語ですけど、で、この I にはですね、相手に対する愛とか、ね、愛する愛とかっていう意味も含まれているだろうなと思うんですけども、実はこれも目の愛っていうのも、実は入ってるんじゃないかっていう考察を私もしています。で、まあ歌詞を見てもらったらね、わかると思います。で、この歌詞についても、いろいろ私もちょっと言及はさせていただいてるんですけども、やっぱりね、最近ちょっと心の中にこう、すごくグッと響いたのは、最後の歌詞。ここのね、互いの愛の調べ。互いの愛の調べってあるんですけど、この、愛っていうのは漢字の愛を使ってるんですけど、実はこれ春馬くんはこれ目の愛だって言ってるんですよ。実はね、漢字を愛する愛に変えてるけど、これ目の愛なんですよね。本当言いたいのは、だからこの目を調べてくれほしい。春馬くんはとにかく目っていう漢字に注目をしてくれとここに残しているんですね。はい。だから、すべて、ま、辻褄が合うというか、春馬くんなりのですね、伝えたい思いが、春馬くんが作ってきた歌の中にもぎっしり詰まっているということなんです。以上です。